はいどうも、いったんです。ということで皆さん、いったん TV チャンネル登録者数2000人を突破いたしました。はい、本当に皆さんありがとうございます。今日はね、その感謝の気持ちを込めて動画を撮っております。しかし今外は大嵐でございます。はい、今日はね、3つのことについてお話をしていこうと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたらと思います。はい、じゃあまず一つ目なんですけど、一つ目は最近のいったん TV ということで、最近のいったん TV がどんな感じなのかっていうお話をしていきます。最近のいったん TV なんですけど、マジで登録者数の伸びがすごいです。登録者数だけじゃなくて、収益とか再生回数の伸びもいいんですけど、特に登録者数の伸びがすごくて、ここ1ヶ月半で500人ぐらいの方に登録をしていただきました。だいたい1週間100人増ぐらいのペースで今増えてます。で、その要因として、YouTube アナリティクスっていうのがあって、そこでね、どの動画から何人登録してくれたっていうのがね、全て見えるんですけど、やっぱりね、投資系の動画が結構需要があるみたいで、そのね、動画から登録してくださってるっていう方が多いです。特に1日密着の動画が今結構伸びてるんですけど、その動画からね、300人とか400人新しく登録をしていただいてます。で、この前ね、 YouTube ライブをやったんですけど、そのライブの時にも結構ね、投資系の質問が多かったんですよ。そうだからね、いったん TV をチャンネル登録してくださってる方って、投資系の動画が見たいのかなっていうのもあると思うので、これからもね、どんどん投資系の動画を上げていこうと思います。で、収益についてなんですけど、収益もね、結構伸びてます。で、また今月末に収益公開動画を作ろうと思うので、それをお楽しみにしておいてください。じゃあ次、2つ目です。2つ目は、今後の目標をお話ししていこうと思います。実はね、去年の年末に、いったん TV が1周年を迎えたんですけど、その時の記念の動画で、2年目はチャンネル登録者数1万人を目指しますっていう風に言いました。で、その目標はずっと持ってるので、変えずに年末1万人を目指して頑張っていこうかなと思います。ちなみに今の1週間100人増のペースでいくと、年末5000人のペースなんですよ。それだから、それだと足りないので、もっともっと伸ばせるように頑張ります。はい、じゃあ最後3つ目です。3つ目はお知らせになります。これはね、僕の SNS をフォローしてくださってる方と、あと前回の YouTube ライブを見てくださった方には言ったんですけど、この2000人記念で何かイベントをしたいっていう風に言いました。で、僕もね、いろいろ考えて、で、オンライン飲み会がいいなっていう風に考えたんですよ。で、どんな感じでやろうかなとかいろいろ考えたんですけど、現在ね、チャンネル登録者数が2000人ということで、そうやってオンラインのイベントを開催しても人数が集まるかなっていう不安があったんですよ。そう、それでね、もっと5000人とか1万人とか伸びてからやった方がいいんじゃないかなっていうふうに考えたので、今回はね、そういうイベントはやらずに、もっとね、5000人とか1万人とか登録者伸びた時に、そういうオンラインのイベントを開催しようかなと思います。なので今回ちょっとイベントっていうものはできないんですけど、また記念ライブとかできたらやりたいなと思ってます。はい、ということで3つのお話をしていきました。いや、本当にね、ただの大学生がこうやって YouTube を始めて2000人もの方にね、登録をしてくださるなんて思ってもいなかったので、本当にね、嬉しく思っております。でもね、あくまでこの2000人っていうのは通過点であって、もっと5000人、1万人、10万人ってね、どん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 伸ばしていきたいと思うので、これからもね、皆さん応援よろしくお願いします。はい、それでは今日の動画は以上となります。これからも皆さんよろしくお願いします。バイバイ。